ザ・ドリーム・チャプター・エターニティは韓国の5人組男性アイドルグループトゥモロー・エ o w X t o g e の韓国でのセカンドミニアルバム。2020年5月18日にビッグヒットエンターテイメントドリーマスよりリリースされた。2020年4月28日ビッグヒットエンターテイメントはモーショングラフィック映像を公開し、セカンドミニアルバムである本作の 全世界同時リリースが発表された。本作はデビューミニアルバムザ・ドリーム・チャプタースターファースト・スタジオ・アルバムザ・ドリーム・チャプターマジックに続いてトゥモロー・ x トゥギャザーが成長する中で経験する物語を表現した作品となっている。本作は人間関係の悩みをテーマに全6曲で構成されたアルバムとなっておりファンク、ドリーム・ポップ、トラップ ヒップホップ、R&B といったジャンルが表現されている。リード曲、Can, T.U.C. Me は、トラップのリズムを基調にするポップソングで、エモーショナルなピアノメロディーから始まり、独特なサウンドとグランジ調のパワーコードが特徴となっている。歌詞は、若者の友情が壊れた時の混乱が細かく描かれている。ドラマは、ギターのリズムと、 ピアノと金管楽器のメロディーを備えたファンクポップな曲となっている。フェアリー・オブ・シャンプーはライトソレトが1990年にリリースしたクラシックシングルのリメイク曲であり、ボーカルのハーモニーとシンセサイザーのメロディーでドリームポップにアレンジされている。ラップメイキングにはメンバーの4チェンが参加している。メイズ・イン・ザ・ミラーはメンバー全員が共同で作詞し、 メンバーのベイ・アムグとビッグヒットエンターテイメントのプロデューサーであるスロー・ラビットが共同プロデュースした。ギター、ピアノ、ベースを用いたアコースティック・ポップ・トラックとなっており、歌詞はグループが研修生当時に経験したことをもとに作成されている。プーマは強烈なトラップをベースとしたヒップホップ曲で見知らぬ世界に出会った少年が現実と衝突する。 姿を動物園から出てきたプーマに例えている。自由を渇望する猛獣の視線で表現された個性的な歌詞が特徴である。エターナリーは無限的なアコースティックポップで始まり暗く不吉なビートに変わるオルタナティブ、R&B 調の楽曲となっている。今回のリリースより発表されたグループロゴ4月28日、モーショングラフィック映像が公開され、新作の 全世界同時リリースが発表された。同日より CD の予約受付もスタートした。4月29日、コンセプトトレーラーが公開された。円卓を囲んではしゃぐメンバーたちから始まり、他のメンバーたちからいつの間にか離れ一人になった、スビン。慌ててメンバーたちの元へ向かうが、透明の壁の中に閉じ込められてしまい必死に助けを求めるシーンが描かれている。 コンセプトトレーラーは公開直後、ツイッターワールドトレンド1位、5時間で100万再生を突破した。4月30日、コンセプトフォートティーザーが公開された。ルネ・マグリッドのイメージの裏切りをオマージュした写真に、ザ・ドリーム・チャプター、マジックのリード曲、Q&3 クォーターズのミュージックビデオに登場した古びた人形と、これは人形じゃないを意味するフランス語の文章。 赤字で記されている4つの数字が書かれている。5月1日、ポートバージョンのコンセプトフォトが公開された。バス停やバス車内を舞台に、友達の間に、初めて亀裂を経験した少年たちのメンバーの姿が SN、SNS フィード形式で描かれている。5月4日、スターボードバージョンのコンセプトフォトが公開された。永遠を渇望する少年たちの姿が表現、されており、 夜空を背景に手をつないで並ぶ姿や、パジャマ姿で寄り添う姿などが描かれている。1日に公開された、ポートバージョン同様、集合写真とメンバー別の写真が SN、SNS フィード形式で公開された。5月6日、トラックリストと配信ジャケット写真が公開された。翌日より、リード曲、CAN、t u c メミュージックビデオのソロティザーが公開された。もの寂しそうに、 切ない目で見つめるメンバーの姿が描かれており、という歌詞がすべての映像に入っている。5月7日には、ヨンジェンと、ベイアムグ、5月8日にタイヒュン、ウェイニンケイ、ソービンの映像が公開された。5月11日より、同じく、キャン、TUC メ、ミュージックビデオのグループティーザーが2種類公開された。十一日のものには、硬い表情のメンバーのクローズアップシーンが、 盛り込まれており、楽しい表情を見せるメンバーたちと無表情なメンバー間の感情コントラストが目立つものとなっている。白黒の相反する衣装の団体カットや絶叫するスビンの姿もある。13日のものには燃えている家屋の前に寂しげな表情で立っているメンバーの姿から始まり、メンバーたちのパフォーマンスが繰り広げられている。5月15日、収録されている。 全6曲のハイライトとコンセプトフォト、コンセプトフォトメイキング映像などが入ったプレビュー動画が公開された。5月18日、リード曲、Can, T.U.C. m のミュージックビデオが公開された。このミュージックビデオは公開後12時間で YouTube 再生回数500万回を突破した。6月1日、収録曲であるブーマのティーザー映像が公開された。 鎖に縛られている四ンの姿で始まり、強烈な目線でカメラを見つめるメンバーのクローズアップショットが続いている。翌日には同曲のセカンドティーザーが公開された。原曲を編集した BGM と一緒にプーマの泣き声が入り、パフォーマンス一部が初めて公開された。6月4日にはミュージックビデオが公開された。動物園にいたプーマが 本能により外に逃げ出してから迎えた夜が取り込まれている。6月15日、c a n と u s 目、Me プレシークル映像が公開された。Can, T u s e Me のミュージックビデオに続く内容となっており、日が暮れた窓の外を見つめるメンバーの姿が描かれている。6月24日、日本でのセカンドシングル、ドラマを発売することを発表し、本作のの収録曲、ドラマ、 キャントユーシーめの日本語バージョンが収録されることが決定した。6月27日、28日にはメンバー別のモーションポスターが公開された。29日にはエターナリーのミュージックビデオが公開された。何かに導かれるように違う世界と向き合ったスビン、一人練習室から出て廃墟になった空間に入った40、17と書かれたドアを開けるボムギュ。 花に囲まれたテヒョン、空が広がるドアの前に立つ避妊会で構成されており、繰り返される悪夢の中で自分たちを率いる謎の存在、謎の感情の答えを探すというストーリーが展開された。5月18日、ソウルのライブ会場であるイエス24ライブホールにてネット主催のメディアショーケースを開催され、YouTube でオンライン放送された。5月21日、 ネット、M カウントダウンで、キャン、t u c めを披露し、その後も KBS、ミュージックバンク、SBS、人気歌謡、SBSMTV、ザショー、MBC ミュージック、ショーチャンピオン、MTV フレッシュアウトライブに出演した。5月27日、MBC エブリーチ、週刊系ポップアイドルに出演し、過去のアルバムのリード曲、クラウン、 Q&3 Quarters ーーと共に Can, T.U.C. m を披露した。6月4日、ネット、m カウントダウンでブーマのパフォーマンスを初披露し、後続曲の活動を始めた。同月14日の SBS、人気歌謡でのパフォーマンスを最後に本作の活動を終えた。6月26日、テレビ朝日系ミュージックステーションに韓国からリモートで生出演し、 フェアリー・オブ・シャンプーを事前収録という形で披露した。ニューミュージカル・エクスプレスでリアン・ダリーは本作について5つ星中4つ星の評価を与えた。5月26日、SBSMTV、座章に出演し、リード曲、キャン、TUC 目で1位を獲得した。翌日には、MBC エブリー1と MBC ミュージックで放送された。 小チャンピオンに出演し、同曲で1位を獲得した。アメリカやカナダ、メキシコ、ブラジル、日本など50カ国、地域の iTunes のアルバムランキングで1位を記録した。リード曲、Can、TUCME は10カ国、地域の iTunes のシングルランキングで1位を記録した。日本では、オリコンデイリーアルバムランキングで1位、週刊アルバムランキングでも1位を記録した。 また週間で23,312枚を売り上げ、ビルボードジャパントップアルバムスセールズで1位を記録した。韓国では、初週売り上げ18万枚を突破し、自己最多記録を立てた。5月25日のハンテをチャートによると、発売後1週間で、計18万1009枚の売り上げを記録した。これは、昨年10月発売したファーストフルアルバム、ザ・ドリーム・チャプター。 マジックで発売8週立てた記録のおよそ12万4千枚より5万6千枚多い枚数で昨年3月発売したデビューミニアルバムザ・ドリーム・チャプタースターの7万7千枚より10万3千枚多い記録となっている。ビルボードが5月27日発表したチャートによるとワールドデジタルソングセールスチャートで Can, t u c m が2位、ドラマが9位 フェアリー・オブ・シャンプーが12位、エターナリーが14位、プーマが16位、メイズ・イン・ザ・ミラーが18位を記録し、本作に収録されている6曲全曲がチャートインした。アルバム自体は、ワールド・アルバムで4位、ヒート・シーカーズ・アルバムで9位、トップ・カレント・アルバム・セールスで50位、トップ・アルバム・セールスで80位、ソーシャル50で5位、エマージング・アーティストで8位で、各種チャートにチャートインした。 ガオンチャートが発表した2020年5月のアルバムチャートでは4位となり、累積販売数247,153枚を記録した。また、2020上半期アルバムランキングでは275,958枚を売り上げ、11位を記録した。昨年の同ランキングで、ザ・ドリーム・チャプター・スターで記録した12位より1位上昇し、自己最高記録を更新した。 7月9日、本作が25万枚を売り上げ、韓国音楽コンテンツ産業協会から初のプラチナ認定を受けた。ありがとうございます。